こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテおくになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい、では今日はですね、50代でもモテる3つの特徴という話をさせていただきたいと思います。で、いずれね、50代じゃない方も50代になる時はあると思いますし、60代の方でも50代のような若々しさを保てると思いますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい、今日3つ特徴をお伝えしたいと思うんですけれども、まず1つ目、気にかけてあげるです。で、これはもちろんね、何歳代でも嬉しいことではあるんですけど、女の人って基本的に構ってちゃんなんですよ。なんか寂しがり屋とか多いし、で、もちろんそうじゃない人もいるんですけど、結構多くの女性っていうのは自分のことを気にかけてほしいし、心配してほしいんですよ。いつも私のことを思っていてほしいんですよ。っていうのも、やっぱりね、こう男性って、こう、モノタスクって言って、一個のことに集中すると、男性脳って結構他のこと考えられなかったりとかするんですよ。でも女性ってマルチタスクといって、例えば電話をしながら文字を書いたりとか、電話をしながらお料理をしたりとか、なんか一気に、一回に今、現在、一気に何個のこともできたりとかするんですよね。なので、女性は、こう、仕事しながらでも、大好きな男性のことをね、すごい考えてたり、彼氏のこと考えてたり、好きな人のこと考えてたりとか、とにかく、脳内シェア率が、男性のことを考えてる、好きな人とか、彼氏のことを考えてることって、めちゃくちゃ多いんですよね。だから、男性もそうあってほしいって、意識的には思ってなかったとしても、無意識の中で、そういう風に思ってしまってることが多いですよ。だから、気にかけて自分のことを気にかけてほしい。例えば今日すごく寒かったけど、何々ちゃん大丈夫だったとか、雨大丈夫だったとか、地震大丈夫だったとか、で、結構そういう風に何かあった時に大丈夫っていう風に声をかけてくれるとすごく嬉しいと思うんですね。で、本当に自分がそんなに気になってなかった人でも、そうやって何かあるごとに大丈夫とか声かけてくれると、わ、すごい優しい人だなっていう風に思うんですよ。で、なんか私大事にされてる気がするみたいな風に思いますので、ぜひ何かあった時に気にかけてあげる。今日何々するんだ、例えばじゃあ来週の日曜日になんかすごく、頑張んなきゃいけない仕事があるんだよねとか言ってたとしたら、それを覚えておいてあげて、何々ちゃん今日すごい大事な仕事あるって言ってたよね、頑張ってねみたいな感じで声をかけてあげる。なので、相手が言ってた言葉をちゃんと聞いて気にかけてあげたりとか、あとはその何かあった時に寒いとか暑いとかそういうのでもいいんですけど、大丈夫っていう風に声をかけてあげる。そうすると気にかけてあげるだけで、女性っていうのは安心して、あなたといると私ちょっと安心して幸せかもっていう風に思ってもらえます。はい、そして2つ目、器が大きい。わかりやすく言うと、甘えさせてくれる人が女性は好きです。で、やっぱりね、こうバリキャリー女性と言われてる人ですら、やっぱり普段頑張っていて、こう自分が強くなくちゃいけないっていう風に思っている人ってすごく多いので、なんかバリキャリーだから甘えないだろうじゃなくて、バリキャリーだからこそ甘えたいだろうなとか、もちろんそうじゃない人も男性に甘えたいっていう欲求ってあるんですよ。だけど大人になればなるほど、なんか甘えるのってちょっと恥ずかしいかなって思ったりとか、なんかこういい年して甘えたりとかしたらなんか惹かれちゃうかなとか、そういう不安があったりとかするんですよね。なので、男性はやっぱりこう器、僕甘えられるのとか超好きなんだよねとか言ってあげると、私あなたになったら甘えてもいいんだっていう風に思ってすごく安心するんですよね。なのでぜひね、こう甘えられるのが好きとか、そういうこういうねイメージでおいでみたいな感じの器っていうのを作っておいてあげると、女性もすごくあなたに対して好意を持ってきます。そして3つ目、おしゃれに気を使うです。これはですね、すごくギドギドにおしゃれでいいよっていうわけではなくて、自分がかっこよく見てもらいたいっていう気持ちを常に保有していてほしいんですよね。かっこよく見られたいって思ったら、まあ、必然的に自分の服装とか、どういう服を着たら自分がかっこよく見えるかなとか、そういう風に気を使ってくると思うんですよ。で、どうしてもね、人間、これは男女ともにそうですけれども、年を重ねるにつれてね、体調というものが良くなくなる人もいらっしゃるじゃないですか。
ないですか。でお腹がわがままになっちゃったりとか、でそれが体がわがままになっちゃったりとか、これは男女ともにあると思うんですけれども、でもそうじゃなくて、ちゃんと自分が男として、女の人にモテたいんだっていう気持ちを何歳になっても忘れない、自分がかっこよくいるためにはどういう服をして、どういう髪の毛をして、髪型をしたらいいかっていうのに常にアンテナを立てていく、そういうことをする人ってやっぱり女性は、あ、素敵だなって思ったりするんですね。わかりやすく雑誌で言うとレオンとかね、イタリアの、イタリアのモデルさんが結構着てる写真とかで、イタリアのそのシンプルな服装みたいな格好をしている50代の男性って、何歳から見てもすごく素敵だなって思うんですね。なので今日はですね、3つ気にかけてあげる、そして2つ目甘やかしてあげる、甘えさせてあげる、そして3つ目おしゃれに気を使う、男でいることを意識するってことですね。この3つをぜひね、意識していてあげてください。うちのね、スクールの生徒さんでね、56歳でも、もう超モテまくってる男性がいるんですよね。で、56歳っていうと、ちょっとね、やっぱりおじさんって言われちゃう年齢だと思うんですけど、それでもね、ほんと年齢関係ないんだなって、その人だけじゃなくて、うちの生徒さんみんなね、アラフォー以上だったりしてても、超モテたりするので、ほんとね、年齢じゃないなって思うんですよ。で、そういったね、生徒さんを見てて、ほんとに思うのが、やっぱ特徴があるんですよね。共通する特徴っていうのがあります。で、これを実践すれば何歳でもね、関係ないなって思うんですよね。年齢関係なくモテますので、今回は56歳でもモテまくる男性の実話というお話をさせていただきたいと思います。この動画がいいなって思っていただいたら、チャンネル登録と高評価の方もお願いします。概要欄から LINE の友達を募集してます。こちらお友達になっていただいた方には3つのモテる動画を無料でプレゼントさせていただいてますので、ぜひぜひお友達になってください。はい、では56歳でもモテまくる男性の実は特徴5選。まず1つ目、清潔感がある服装。もうこれ何回も言ってんだけど、服装マジで大事なんですよ。っていうのも、女性っていうのはパッと見顔とかじゃなくて、パッと見でありなしって判断するんですね。もうこれ生物的な問題もあるのでちょっと割愛しますけど、男性って顔が可愛いかとか、スタイルがいいかとか、そういうポイントで見たりするんだけど、女性っていうのはもう総合点で判断します。なので雰囲気が良ければ全然 OK なんですね。雰囲気が素敵だったら顔とか全然関係ないんですよ。で、服装っていうのを整えると雰囲気イケメンに誰でもなれるんですね。服装と髪型で。なので、体にフィットしたね、服装を心がける、髪型をね、ちゃんとセットする。ここが最初の段階なんですよ。ここをクリアしないと、まず男性として見てもらえないっていう風になっちゃいますので、その清潔感がある服装っていうのはマジで鉄板。ここやってない人めちゃくちゃ多いからね。ぜひやってください。そして2つ目、穏やか。やっぱり穏やかだね。喋り方とかもすごくゆっくり話をしてくれるし、話もすごくちゃんと聞いてくれる。受け止めてくれるだろうな感がすごいですね。一緒に話してて、あ、この人すごい私のこと受け止めてくれるんだろうなっていう雰囲気を醸し出せる男性っていうのはやっぱり持ってますね。はい、そして3つ目、ゆっくり話す。喋り方が早い人って安心感がないんですよね。やっぱりこうだってね、あだってあだやってなんか世話しないじゃないですか。それよりは、あ、これってこうだよね、分かったよ、確かにそうだよねっていう、こういうトーンでね、ゆっくり喋られた方がちゃんと話を聞いてくれているなとか、自分のね、トーンが落ち着いてきたりとか、すごいこう穏やかなね、アルファ波とかね、脳波の問題になってくるんだけど、癒される周波になるんだよね。パカチャ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 されると周波数がね、ちょっと乱れるんですよ。落ち着かない周波数になるんですね。で、人ってこうゆったりね、落ち着いている心地よいね、周波数に相手に対する心地よさを感じたりとかするので、脳波のね、周波数的にもゆっくり喋った方が相手に好感を持ってもらえる。この人といるとリラックスする、でこの人といるとなんだか落ち着くっていう風に
に思ってもらいますので、喋る速度っていうのもちょっと気にしてみるといいかなと思います。はい、そして4つ目、器が広いですね。本当にもう何言っても器が広いから、この人私のことちゃんと肯定してくれるだろうなっていう安心感っていうのがすごくあるなって思います。まあ、ちょっとしたことでね、すぐ張り合ったりとか、すぐなんか勝とうとされたりとかすると超めんどくさとかって女性は思うんだけど、でも器広くて、あ、確かにそうだよね、そういう時ってあるよねっていう風に受け止めてくれる。そうするとすごい安心するんですよね、特に女性は。なので器の広さっていうのもすごく大事かなと思います。はい、そして5つ目、これね、マジで共通して言えるのが素直なんですよ。年齢とか関係なく、めちゃくちゃ素直。私がお伝えしたことをちゃんと自分なりに噛み砕いていただいて、それをもう愚直に実践していただける。そしてそれもなんかちゃんとアウトプットするっていう感じで、すごく素直だなって思います。やっぱりね、自分のやり方が正しいですみたいな、やったけどできませんでしたって主張する人ってずっとできないんですよ。だけど、それを相手のせいにするとかじゃなくて、まあ、自分の考え方が良くなかったかもしれないんですけど、こう改善してやったらうまくいきましたとか、ね、自分の捉え方がちょっと違ったのかもしれないですみたいな、ちゃんとこう自分発信できないのは相手のせいとかじゃなくて、できないのは自分の解釈を変えた方がいいのかなとか、全部自分でコントロールできる方に持っていくんですよね。そして素直に愚直に実践をすることができる。だからモテるんだろうなって、年齢関係なくね。これできる人って結構少ないかなって思います。男性って戦う動物だから、どうしても人のせいにしたくなっちゃったりとか、うまくいかないことを自分の責任にしたくないっていう人って、これもう言い悪いじゃなくて、あんまりねできにくかったりすると思うんだけど、それを素直に自分に振り返れるっていうのは、やっぱりそういう人以外は成功しないので、ぜひね、素直である、もうビジネスも同じ、稼ぐもモテるも素直であるっていうことが絶対成功の鍵になるし、私もそこはたまに素直じゃないなって思う時ももちろんあるけど、やっぱり素直になろうって思ってやるとうまくいくんで、これはね、もう騙されたと思って素直であるっていうことをね、一番実践していただきたいことかなと思います。はい、ではおさらいしますね。56歳でもモテまくる男性の口調5選。まず1つ目、清潔感がある服装や髪型。2つ目、穏やかである。3つ目、ゆっくり話をする。4つ目、器が広い。5つ目、なんといっても素直であるということがめちゃくちゃ大事なので、ぜひ頭に入れといてください。では今日はですね、40代でモテる男性の特徴という話をさせていただきたいと思います。で、40代以上ですね、でモテる男性っていうのは、やっぱりですね、あれがあるからこそ、女性から魅力を感じてもらえるんですね。それは一体何かというと、やっぱりですね、人によって態度を変えないっていうところなんですね。例えば、年下だろうが年上だろうが、年下でもちゃんと敬うというか、お店の店員さんとかが分かりやすいと思うんですけど、なんかお店の店員さんに途端に年下だと思ったらタメ口を聞く人とか、そういう人って結構嫌だなって女性思ったりするんですね。それを丁寧にちゃんと敬語で話したりとか、ありがとうっていう風に感謝を示したりとか、そういう人はですね、女性はよく見てます。なので大人になったらそういうとね、余裕みたいな、何歳でも人を変えないってところは見られますので、ぜひぜひ、誰にでもね、いい対応するといいと思います。40代でも50代でも死ぬほどモテるおじさんの特徴、知りたくないですか？今日はそんなあなたのために、ちょっと古速なテクニックを交えて、どんな男性でも簡単に死ぬほどモテるようになるお話をさせていただきたいと思います。この動画がいいなって思っていただいたら、チャンネル登録と高評価の方もお願いします。概要欄から LINE のお友達を募集してます。こちらお友達になっていただいた方には3つのモテる動画を無料でプレゼントさせていただいてますので、ぜひぜひお友達になってください。はい、では
40代から50代の男性必見、死ぬほどモテるおじさんの特徴を5つお話しさせていただきます。まず1つ目は話す速度がゆっくりめっていうことですね。で、話す速度なんですけれども、私ね、結構早めに喋ったりとか、ゆっくり喋る時があったりとか、まあ、いろいろ交えてはいるんですけど、それって結構ね、意図的なものでもあったりするんですね。で、話す速度が速いと、例えばこう、講座とかね、こっちに注目を向けたいっていう時は良かったりもするんですけど、ずっとその速い速度が続いていくと、相手側の脳みそってだんだん疲れてくるんですね。そして早口の言葉っていうのは相手に対して威圧感を与えるんですよ。だから例えば講座とか聞いてほしい、今聞いてほしいとか、その臨場感を味わわせるとか、そういう時に早い言葉で喋るのは全然 OK なんですけれども、基本的に早口でずっと話をしていると、基本的にずっとあなたに刺激を与える、要は威圧感だったりとか興奮感だったりとか、そういうのを与えることになるんですね。そうするとずっとそれが続くと相手の脳みそは疲れてしまう、リラックスしないんですよ。でも人が心を開いたりする時っていうのはリラックスした空間なんですよね。で、好きな男性に対して心を開いたりとかリラックスをした空間の中で、人は安心感、特に女性は安心感を覚えて、その安心感があなたのことを好きになるっていう、この流れができていますので、話す速度っていうのを早すぎるとかするとモテなくなっちゃうんですよ。だからこそ40代50代のね、男性は特にゆっくり話す、もちろん何十代でもそうなんですけれども、ゆっくり落ち着いて喋る、ね、40代50代になってくるといろんな経験があったりとか、人にね、ものを伝える時もどっしり伝えることができると思いますので、自分が話す速度が速いなって思うのであれば、ちょっとゆっくりめに喋るっていうことを心がけてみるといいと思います。はい、そして二つ目はですね、匂いですね。匂いね。はい。で、匂いってすごい大切で、特に、やっぱね、加齢臭って言われるものが出てくるじゃないですか、大人になって、お年を重ねていくと。だからこそ、匂いにはとても気をつけていただきたいんですけど、もちろん私がたまにお伝えする香水とか、ほんのり香らせるのもいいと思うんですけど、こうね、アロマの精油、ちょっとね、肌に触れてもいいやつってあんまりないんですけど、精油とかもいいと思います。で、精油っていうのは化学物質みたいなのが入ってないので、よりこの効果的な香りを脳の刺激として与えることができるんですね。で、動画ね、他の動画とかでもお伝えしてるんですけど、香りって思考を通らないんですよ。これは金木犀の香り、例えばこれはバラの香り、ゆえにいい香りだとか思わないじゃないですか。あ、香ってきた、臭っとか、あ、香ってきていい匂いって思って、後からバラの香りなんだっていう感じで、先に香ると思うんですよね。だからもう、相手の脳みそにダイレクトにあなたの印象をつけたりすることができます。で、私もね、アロマやってたりするんですけど、その一つ一つの香りに意味があったりとかするやつもありますので、アロマの精油が本当はいいんじゃないかなとも思います。で、特に、香水でもいいんですけどね、自分の好きな香りとか、そういうのをね、ほんのりつけていく女性に、私がね、前紹介した動画とか、香水、香水とか匂いとかやったら出てくると思うので、それで調べていただいて、購入していただいてもいいと思います。はい、そして3つ目はですね、程よい筋肉ですね。健康的な体だと思っていただければと思います。で、健康そうに見える体っていうのは、やっぱりね、若々しく見えるんですよね。で、生物的に言うと、若い女性が好きっていう人もいると思うんですけど、それって、やっぱ人間は子供を産み育てるっていう機能を持っている動物なので、生殖機能がありそうな若そうな人がいいっていうだけなんですよ。だから、見た目、
が若く見えたりとか、体が若いっていうだけでも生殖機能がありそうだって本能的に思うんですね。生物的に本能的に思いますので、今いくつとかそういうのが問題なのではなくて、今ね、何十代であろうと若々しく見えることが大事なんですよ。なので程よい筋肉とかがあると若々しく見えやすくなる、そして健康に見える、生殖機能があるように見えるのでモテるようになります。そして4つ目は余裕ですね。若い女性だったり年下の女性が年上の男性に求めることっていうのは、もうとにもかくにも余裕なんですよ。焦りまくっててパニクってて、もう どうせ自分なんてって言ってる人に魅力は感じないわけですよね。まあ、そういう女性はね、男性からしても嫌だと思うと思うんですけど、余裕です。特に年を重ねているイコール余裕があるんじゃなかろうかっていうふうには思われがちなんですよね。だからこそそれの期待を応えてあげるっていうことをしてあげると、女性はとっても安心感を覚える、そして安心感がある人に対して好意を持つという流れが出てきますので、余裕でいる、もし余裕じゃなかったとしても余裕なふりをするっていうことをやっていただければと思います。はい、そして5つ目はですね、愛情の深さですね。愛の深さです。そう、愛情の深さっていうのは本当にね、こう女性って結構愛の生き物だったり、も人にももちろんよりますけど、基本的に子供に対する愛情だったりとか育てなくちゃいけないから、愛がないとね、おっぱいあげたりとか自分のお腹痛めて産んだりとかってできにくいんですよね。でも男性って まだ子供を産める男性はね、この世の中にいないと思うので、それって結構ちょっと人のことみたいに思いがちな部分もあると思うんですよ。女性の痛みはまだね、感じることがどうしたってできないし、ね、女性が毎月起こるものも、ね、その痛みだったりとか面倒くさくさっていうのは体験した男性はいないと思うんですけれども、だからこそその子供を産み育てる機能がある女性っていうのは、その愛情っていうものをすごく重視している人が多かったりするんですよね。それはどっちがいいとか悪いとかではなくて、生物的にそうだよっていうことを覚えていただければと思います。だからこそあなたにが自分に対したりだったりとか、子供好きだったりとか、そのどこかに愛情があるのかなっていうところは結構見られるんですよね。なのであなたが愛情深さを見せるっていうことをするだけでモテるようになります。でもし自分がね、愛情深さってなんだろう、ちょっとわからないなって思うのであれば、じゃーん、これです。抱き枕で、抱き枕を抱きしめてね、寝るだけで、あのオキシトシンっていう幸せホルモンっていうのがね、出るんですよね。こう何かをこう抱きしめるとかね、それだけでもかなり変わってくると思いますので、ちょっと愛情とかわからないなとか思うのであれば、このね、抱き枕の抱き心地を感じて寝てみるとかやってみると、オキシトシンが出て愛情深さをね、女性に示すことができると思いますので、ぜひやってみていただければと思います。はい、では40代から50代の男性必見、死ぬほどモテるおじさんの特徴、まず1つ目は話す速度をゆっくりする、そして2つ目、匂いを気をつける、そして3つ目、程よい筋肉、若々しい体を身につける、そして4つ目、余裕がある、そして5つ目、愛情の深さを伝えるですね、っていうことをやっていただくといいと思います。では今日はですね、怖いほどモテる50代の特徴という話をさせていただきたいと思います。で、多くの男性は自分がもう年齢がいってしまってるからモテなくなってしまっているんじゃないかって、自分に自信を、ね、なくしてしまうっていう男性すごく多いんですね。でも年齢なんて本当に関係ないです。年齢関係なく50代だってまだまだ、もうね、これからだと思うんですね。人生100年時代と言われているので、なので50代でもモテる男性っていうのはむしろたくさんいたりします。ただなんですけれども、そのモテ方、どういう50代がモテるのかっていうのを知っている人と知らない人で明暗がすごく分かれているんですね。なので今日はどんな50代がモテるのか、しっかりお話をさせていただきたいと思います。はい、
この動画がいいなと思っていただいたら、チャンネル登録と高評価の方もお願いします。概要欄から LINE の友達を募集してます。こちらご登録いただいた方は3つのモテる動画をプレゼントさせていただいてますので、ぜひぜひお友達になってください。はい、ではどういう50代が一体モテるのか、今日はですね5つお話をさせていただきたいと思います。まず1つ目はですね、潤いです。潤いで、潤いっていうのは一体何かというと、例えば分かりやすいのが髪の毛、そして肌、爪、ね、そういうところの潤いです。まあ、唇もそうですよね。要は髪の毛って、まあ、もちろんね乾燥する冬とかもあると思うんですけれども、多くの男性ってそんなに髪にトリートメントするとかあんまり気にしてない人って多いと思うんですよね。なんですけれども、年齢を重ねてもう髪が乾燥してしまっていると、すごく年齢がもう老けて見えちゃうんですよ。で、老けて見えてしまったら、で例えば女性が好きになるのって、あ、50代なんだけどこんなに若いんだっていう男性に惹かれるんですよね。あ、なるほど、60代に見えるから素敵みたいなのはないわけですよ。でも髪の毛の潤いっていうのは、その年齢っていうのを若く見せたり老けて見せたりするんですよね。なので髪の毛っていうものに対してコンディショナーをするとか、潤いっていうものをしっかり大切にしてください。でもし髪の毛の量が少ないとか、ね、ちょっとなくなっちゃったよっていう方は、まあ、ここのね油ぎっしゅじゃないかとか、そういうものを気にすれば全然大丈夫です。とにかく潤い、肌もそうですよ。お肌もカサカサだとやっぱりね、年がもっと上に見えちゃったりするんですよね。唇もそう、ガサガサだとキスしたいと思わない。なので、お肌のケアだったり唇のケアだったり髪の毛のケアっていうもので、爪もね、こういうね甘皮のところとかが結構乾燥しちゃったりとかするので、ハンドクリームを塗るとか、必ず潤いっていうところをね、保湿です。要は保湿ね、保湿っていうことをしっかりケア、自分でケアするようにしてみてください。はい、そして2つ目はですね、包容力です。包容力で、50代の良さっていうのは、やっぱりその若い女性、自分よりも年下の女性、まあ、年上でもいいんですけれども、その人をもう父親のように温かく見守る力っていうものが大事なんですね。若い男性、特にね、こうイケイケノリノリの30代とか40代とかって、やっぱりまだ女性と戦いたくなっちゃったり、ね、相手にこう権力で任したいと思ったり、自分が勝ちたいっていう風に思いがちなんですけれども、だんだん年を重ねてくると、闘争心ではなくて、なんかこう優しい気持ちになってくると思うんですよね。その優しさってね、年を重ねた上での優しさっていうのを女性は求めるようになってきます。なので戦わずして相手をもう受け入れる、その包容力というものが求められてくるようになりますので、包容力っていうのも大事にしていくといいと思います。そして3つ目はですね、経験です。年を重ねているんだから、やっぱりいろんな経験って増えてくると思うんですよね。もちろんそれが楽しい経験だったり、もしくはそうではない悲しい経験だったりとかもあると思います。なんですけれども、その楽しい経験や悲しい経験を、たくさんしていて乗り越えているから、人としての味が出てくるわけですよね。そのあなたの経験、あなたのその話っていうものに対して、女性はすごく面白いな、自分では経験していないことを経験しているあなたに対してすごく興味を持ち始めるんですね。なので、その経験っていうもので、もしあなたが経験が少ないと思うのであれば、まあ、いろんなものを見たり、いろんなねことを勉強したりとか、いろんな人の話を聞いたりとかすることによって、自分の経験、まあ、知識っていうものを増やしていくといいと思います。そして4つ目はですね、程よい筋肉です。あんまりもうブッキブキのバッキバキみたいな人はそんなに求められなかったりはするんですけれども、まあ、50代であったとしてもね、年を重ねていくとなかなか運動しなくなるじゃないですか。そしてお腹がポッコリーナのわがままボディみたいな風になりがちだと思うんですけれども、それが意外とね、こう
こっからね、 T シャツから見える腕が太かったりとか、筋肉ね、それはあのわがままで太いわけじゃなくて筋肉でね、ちょっと太かったりとかすると女性はドキッとしたりするんですね。女性って結構ね、あの男性の血管が好きなね、浮き出た血管が好きだったりとかあるので、その程よい筋肉っていうものに対して女性っていうのはすごく素敵だな、ね、30代が筋肉あるのなんて普通じゃん。でも50代でこのなんか程よい筋肉って素敵みたいな風に思うんですね。なのでもしあなたが運動しなかったら、まあ、お家でも腕立てとかでもいいので、運動っていうものは、ね、定期的にちゃんとするようにしてください。はい、そして5つ目、清潔感です。多くの男性がもう結構わがままボディでお腹ポッコリーナになって、洋服もどうでもよくなってゴムのねズボンとか履いちゃって、もうなんかね、男として男性として見てほしいのみたいな風に思われてくるようになっちゃうんですよね。だからこそ、その年相応のシンプルなおしゃれ、要はロゴとかチェックとかじゃなくて、シンプル、もう無地なんだけれどもシンプルなおしゃれをするっていう、そういう概念があるかどうか、もう概念を持っているか持っていないかで、あなたの見た目っていうのは変わってくるんですよね。なので清潔感、年相応のシンプルなおしゃれな服装をしているかどうかね、私がよく言う50代なりの T シャツ、ジャケット、デニム、ローファーであれば、どんな人でも清潔感って勝手に出ちゃいますので、その格好をしていれば問題ないと思います。はい、じゃあおさらいしますね。まず1つ目は潤いです。そして2つ目は包容力、そして3つ目は経験や知識、そして4つ目、程よい筋肉です。そして5つ目は清潔感、シンプルな服装をするっていうことを心がけて いただければ、50代でもね、もう若い男性なんかに負けないぐらいモテるようになりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。この動画があなたの恋愛婚活にお役に立てることを願っております。この動画をご覧になってくださっているあなた、いつも女性のヒーローになってくださって、本当にありがとうございます。はい、概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロンのお友達を募集してますので、ぜひぜひお友達になってください。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。